私、松本彩香、高校2年生。今日は高校の文化祭です。皆さん、2年 B 組のお化け屋敷はこちらです。お前のクラスお化け屋敷なの？無駄にクオリティ高えな。この人は矢上翔くん。1週間前から付き合い始めた私の初めての彼氏です。後で一緒に回ろうな。どうしよう、最高の文化祭になるかも。何か食べたいもんある？ワッフル美味しそう。翔くんはすごくモテる。どうして私の告白を OK してくれたのか時々不安になっちゃう。あー、すっごい可愛い。美味しいよ、翔くんも食べたらいいのに。そんなでかいの食べられねえよ。あ、うん、これで十分。何これ、文化祭やばい。私の心臓、今日が終わるまで持たないかもしれない。あれ、もしかして翔？わあ、本当に会えるなんて嬉しい。中学卒業して以来だね。萌え。え、誰？この美少女は。あ、もしかして翔の今の彼女さんですか？私、中学の時に翔と付き合ってた萌えです。翔、もしかして女の子の好み変わった？こんな可愛い子が翔くんの元カノなの？翔がいつもお世話になってます。いえ、滅相もない。結局あの後私のシフトが入っちゃって、翔くんは萌さんに連れて行かれちゃった。私が叶うところなんて全然ないよ。おい松本、気合い入れて呼び込みするぞ。はい。翔、前よりさらにかっこよくなっててびっくりしちゃった。あれ、あれ見て、翔の彼女さんじゃない？やだ、私だったらあんな格好であんなことできない。ねえ翔、どうしてあの子と付き合ってるの？よかったら私たちやり直せないかな？お疲れ。な、一緒に隣のクラスの出し物でも行かね？俺の彼女に触らないでくれる？翔くん、ごめん、強引に連れてきてびっくりしたよな。ううん、そんなことないよ。それより萌さんは？帰ってもらったけど。え、普通に無理。何よ。いいの？翔くんがあんなに可愛い人と付き合っていたのに、私なんかでいいの？不安にさせてごめん。去年の文化祭で大道具が壊れた時、壊したやつのことを全然責めないで、お前ギリギリまで作り直してただろ。俺、あの時からずっとお前のこと見てた。告白されてすげえ嬉しかった。舞い上がってかっこよく伝えられなくてごめん。でも私は萌さんみたいに可愛くないし、お嬢様じゃないし。何言ってんの？お前が一番可愛いだろ。キスしてもいい？はい、喜んで。好きだよ、ずっと。こうして私たちが付き合い始めて最初の文化祭は最高の思い出になったのです。